今日のちょっと主題として、昨今安倍元総理の射殺、これがあって、その背景に統一教会といった宗教の問題、これが浮かび上がってきたので、それに関してですね、若干皆さんにお話したいと思います。これは統一教会というものを一つ、題材として宗教全体の問題を考えようという趣旨なので、最初は統一教会個別のですね問題から入りますが、だんだんより抽象化一般化して宗教全体の問題になっていきます。それではお手元にすでにお渡ししていると思いますが、安倍元総理事件に関連した宗教の問題に関してという1枚のプリントです。安倍元総理事件に関連した宗教の問題に関してという、そのプリントをこれを前にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。Zoom でご視聴の皆さんにもメールないしチャットで送付していると思うんですが、それをご確認ください。どうでしょうね。先ほど冒頭にメール送付やチャットの掲示を必ずしも確認しなかったので、今チャットには掲示されてますか。すでにいかがでしょう。じゃあチャットに掲示してあげてください。あと事前にメールを送付しているので、そちらを見ていただいても構いませんが、毎日メール送付これが届いていないという状況であれば、今からチャットの方にこのテキストこれを掲示しますので、それちょっとお待ちいただければと思います。掲示終わったら始めますので応じてください。だったらそれダウンロードしていただいてですね、必ずしも画面表示はしませんので、私が読み上げる形にしますから、そちらをご覧いただけるようにご準備をいただければと思います。ネットご視聴の皆さんですね。それではちょっとこれを読み上げながら始めさせていただきます。1、より適切な政教分離による民主主義の進化のきっかけに。安倍氏の事件で政権と宗教団体のつながりに対する批判が一部で生じている。ただし問題は自民党と統一教会の関係にとどまるのか、自公連立政権は事実上自民と創価学会の同盟関係であるか。なお現在の日本の政教分離は世界の中では相当厳しい方であり、欧米の多くは日本より宗教と政治が結びついており、英国のように国境がある融合型や政教間の同盟型もある。当の日本も戦後のみ分離型で、戦前は神道が国境、敗戦がなければ今もそうだったと。しかし今回の安倍氏の事件に関連してある識者は、自民党と統一教会の関係を戦後の歴史を振り返って今後は修正していくべきと以下のように述べている。1、過剰な献金を強いる宗教団体が戦後の共産主義対策で自民党と結びついた。これは統一教会ですね。占領下の日本の反共産党対策のため、韓国情報部門 KCIA から講演を受け、統一教会が勝共連合を創設。冷戦の緊張が最高潮、極東アジアの共産化の恐怖があった。その後ソ連が崩壊し、極東共産化を防ぐ勝共連合は役割を終えたはずだったが、統一教会は自民党との関係を維持し、その組織存続が自己目的化した。そして霊感商標は制裁下の北朝鮮の支援の疑いが社会問題化した。しかし資金力と動員力でなおも自民党と結びついている現状は憂慮せざるを得ない。これがネットのある識者が言っていることです。政治家は信者の自己破滅的な献金の財力と人員を持つ宗教団体の実情を知りつつ、評伝や無償奉仕で政治活動を支えてくれるという功利的理由で関係を継続していたならば、安倍氏の不幸な死を契機に好機を締め直す方が日本の政治に良いのではないか、ということなんですが、もう少し詳しく言いますと、統一教会の教祖文鮮明という人物が統一教会を設立したのは1954年ぐらいではないかと思います。ちょうど幸福の科学教祖大川隆法、それから元オウム真教教祖麻原彰晃、生まれたのは1955年ぐらいですからね。
そういう時期でした。でその後活動を始めまして、日本には1957年58年ぐらいに進出したと思いますが、宗教法人になったのは1964年すなわち東京オリンピックぐらいの時だと思います。でその後1968年ぐらいですね、安倍元総理のおじいさんでもある岸信介あたりと結びついてですね、日本でも反共産党ですねの活動、これが活発化したということです。まあ、こうして共産主義が韓国や日本これを乗っ取ってしまうんじゃないかという恐れ、それは当然その背景に米ソ冷戦を戦う米国の意図、これがあり、 CIA、KCIA ってとこも動く。で日本のタカ派の非、共産系のつまり保守的なですね自民党議員、これも当然というか、まあ巻き込んでる、そういった動き、これが生じたということです。ですから深く最初から政治と結びついてるんですね。でその後どうなったかというと、日本でですね初めて統一教会が公に批判され始めたのは1984年ですかね。元幹部の添島さんという人ですか、文藝春秋かなんかに告発記事を書いてクローズアップ。その後同じ84年ぐらいですね、朝日ジャーナルがですね、まあ、統一教会のいろんな問題ですね、霊感商法とかありますが、そういうのを叩き始めました。欧米では1970年代ぐらいからいろいろ問題視されていたんですが、まあ、日本では80年代半ばから本格的に問題視されたかということです。なお今お話した1984年、村上春樹氏が1984という小説、これを書きましたが、この年がオウム真理教および幸福の科学、教祖麻原彰晃、大川隆法が本格的に宗教活動を始めた時です。こうしてですね、ちょっとこう世代がいろいろあってね、新宗教の中にも統一教会の方がその幸福楽オウム真理教より一歩先にこう生まれて活動してるっていうところが分かると思います。で1984年にまあそんな感じだったわけですけど、1990年代ですね、これになると大きな状況の転換ですね。共産党と戦うといってもその元締めであるソ連邦が崩壊してしまって、事実上反共産運動が目的、これを失い始めた状況になります。で1990年代ですね、ソ連邦の崩壊、それがまさに幸福の学オウム真理教が世の中で騒がれる状態、叩かれる状態になりましたが、ほぼ同時にちょっとそれに引き続いて、桜田淳子さんとか山崎裕子さんとかの合同結婚式とか、そういったものがですね、またまた問題になったってことが統一教会に関してあったと思います。そういった形で定期的にその批判される、そういった流れに統一教会あったわけですが、その後はご存じとおり1995年のオウム真理教事件が発覚して、宗教の問題としてはもう全くオウムになり、まあそれもあってですね、創価学会の批判はちょっと落ち着くということになったんですね。ところで反共産主義と言っていたその統一教会ですが、1990年ですね、89年90年ベルリンの壁崩壊ということで共産主義というのが大きく崩れますと、途端に教祖文鮮明が北朝鮮を電撃訪問、そこから協力関係を築くという展開になってきて、ますますよく分からなくなってきたわけですが、まあ当初の存在意義がだんだんこう揺らいでくるわけですね、統一教会に関して。でその段階になると世間で騒がしてはいるけども、それほど多くの信者が集まるわけではないっていうような感じになって、まあここら辺もまたですね、無理な献金とかがその続いていく背景になったようですね。でその後は新しい展開としてはどうか、オウム真理教がその一連の事件で1995年に破綻しますけど、その前年94年ですね、松本サリン事件くらいの時に統一教会ではなくて、最近記事に旧統一教会現家庭連合って書いてありました。その組織が新たに発足したわけであります。つまり反共産党運動というのではなくて、新しい時代だということで文鮮明氏が新しい組織を作る、それ家庭連合だと。
統一教会は今回のように家庭の問題結構起きるんですけど、でも統一教会こそ家庭を大切にするんだってことで家庭連合ってことですね。ここらは社会対策もあったのかもしれません。必ずしも純粋に教義的にそうだったのかどうかは分からないことがあります。で、2000年代に入ってきて、2012年ですね、今から10年前に教祖文鮮明、開祖文鮮明が死亡するということになります。で、そうするとその奥さんとですね、それから第7番目の子供かな、その間で分裂、これを起こします。で、ここら辺はオウム真理教と似てて、2012年の2年後、2013年から14年にかけてですね、その、まあ、オウム真理教の方も正妻の松本あかりさんですね、昔智子さんと、それからその三女アーチェリーさんの間で分裂、これを起こしているわけです。まあ似たり寄ったりっていう感じはしますけどね。で、政権側でいうとですね、安倍さんのおじいさんの岸信介、それからその、息子さん、すなわち安倍晋三さんのお父さん、安倍晋太郎さん、この方も、まあ、総理一歩手前に行ったんですけど、67歳で癌でお亡くなりになったんですね。その2人もですね、その統一教会には深く関与したということです。ところで67歳といえば、安倍晋三さんが今回射殺されたのと同じ年だったわけです。67歳で親子ともに非業の死を遂げました。で、じゃあ安倍晋三さんはどうだったのかと、まあ、そういった流れの中でですね、安倍晋三さんは2006年の第一次安倍内閣においては雰囲気的にちょっと統一教会と距離を取ろうとしてたんじゃないかなっていう、そういった見立てもあります。しかし2012年ちょうど文鮮明が死亡した、死去したその時から始まったのが第二次安倍内閣ですね。その時にはですね、もう一回その統一教会に接近したのではないかと言われています。そこは票が欲しかったのか、選挙で勝ちたかったのか、改めて反共産主義、つまり中国の台頭のために戦うという気持ちがあったのか、まあ、いろいろ分かりませんけど、そういう、まあ、見立てがその専門家ジャーナリストによってなされています。そして、まあ、統一教会そういうふうに分裂しながらですね、今日に至るわけですけども、まあ結局その元は反共産主義、共産主義が日本を守るっていうことで、その統一教会と同盟関係を結んじゃったわけですけど、まあ、その時はその共産主義のものすごい勢い、これに恐怖があったと。で、一方保守的政治家の方は共産主義、これにを信じる学生やその他の人たちと違って、自分の要するにために働いてくる人がいないんですね。日本を守れ、天皇を守れ、その保守を守れ、共産主義と戦うぞっていう人はあんまりいないんで、そういう時に誰を動員したかというと、まず右翼とかヤクザも動員したそうです、最初は。そして統一教会も動員したと。でもそれが1990年でソ連が崩壊して落ち着いちゃったから、もう関係立ったらよかったのかもしれません。しかしなかなか立てない中で、やっぱ安倍さん、安倍元総理晋三さんにとってもお父さん、おじいさんから引き継いだ金脈、人脈っていうのは完全に断つはなかなか難しかったのか、ちょっと欲を出しちゃったのか、まあ、2012年以降も関係が続き、まあ、いろいろなそのジャーナリストによると、自民党100人超える人たちにですね、その統一教会秘書を送ってるとか、お金を送ってるとか、それに対して祝電が統一教会関連の団体の活動に届くとかいったことが、まあ、広く告発されてるわけです。しかし告発はされるけども、だからといって徹底だこれを、統一教会を浴びることもなくということです。で、それに関してオウム真理教その批判で有名になった有田芳生さんという参議院議員がいます。私のオウム、オウム真理教の17面の告白ですね、オウム17面の告白という本の、監修というか、これもしてもらった、検証もしてもらった方なんですが、実はオウムの前、に彼は統一教会の専門のジャーナリストでありました。で、統一教会はずっと告発してきたということもありました。彼によると、その今だから話せるっていう話として、警視庁の幹部から聞いたこととして、オウム事件でオウムを摘発した後に、警視庁としては予定としては統一教会を摘発する予定だったと、しかしそれができなくなったと。
それはなぜかというと政治からの圧力があったからだと、そういうことを聞いたそうです。それは最近になっても有田さんが自分でちゃんとツイッターに書いてますから、そういうことを言った警視庁の幹部はいたんだろうとは思います。警視庁が公にそれを認めるかって絶対認めないとは思いますが、まあそういったこともあってですね、こうなったと。そしてまあその安倍さんは統一教会の関連団体、友好団体ですね、それにまあその何て言うかな、共に権威主義の中国と戦おうというようなビデオメッセージ、これを送ったっていうのがもうつい最近もあって、でそれを山上容疑者ですね、今回射殺した安倍さんを、それが見て安倍が深く関わっていると苦々しいと。で一方統一教会の幹部こそやりたいが、しかしそれはできないと。で本来安倍は敵ではないが、しかし安倍をやれば、統一教会が批判されるだろうというような見立てでやったっていうのが最近までの報道ということになるかもしれません。まあ、そういったところは、まあ、具体的なところですね、復習するとですね、まあ、そんな中で統一教会も来てるんですが、まあ、ここでですね、先ほどのそのレジュメにもう一回戻りますと、この1ページ目の下から10行目、過剰な寄付やってところですが、そこにまあある程度まとめてあるんですが、過剰な寄付や奉仕を求める宗教が財力と動員力で政治と結びつく問題はよく言われるが、大宮統一教会に限らず少なからぬ他の宗教団体にもあるのではないだろうか。信者個人の救済よりも教祖中心に現世的な権力の実現に向かう場合にそうなり、衰退期には焦りも近く強くなるということですね。統一教会がですね、しばしば過剰な献金とか霊感商法といったその通常の常識的な価値観や法律や規範に一部抵触して活動するのは、やっぱりオウム真理教と同じに彼らなりの法律よりも重要な教祖の説く善悪の教義があるんですね。つまり理想の社会を作るんだって、それは天からの意思であると。でそのためにはまあ手段を選ばない、このぐらいやってもいいと。その悪魔の支配している世界をその神の支配に戻すわけですから、うん、悪魔に支配されている人からお金をボンと取って神様の方に移す、これは世俗の放棄からするとどうかと思うが、しかしやらなければならないことだと。で私の知り合い の, そのキリスト教の牧師さんで、私があのトークイベントをやったことがある中川誠一さんという方が、その統一教会に体験調査をしてね、まあ、潜入ってことになるね。その時に感じ取ったことは、その信者は葛藤していると、人情としてはこれやっちゃいけないと、しかし天情っていうのは天の情からと、つまり神はこれをやらなきゃいけないと、だからその神の意思っていうのを信者の間でみんなで話し合って、みんなでこう支え合いながら、人情としては常識的にはやっちゃいけないこともやっていくっていう、そういうところがあるんじゃないかというふうに理解していました。ここら辺はオウム真理教のね、その芝神の化身、神の化身である麻原彰晃が言うから、やりたくないけどやらなきゃいけないということで、各種犯行に及んだオウム真理教信者と同じ心情の共有と思います。オウム真理教、幸福の科学、そして統一教会、麻原彰晃、大川隆法、文鮮明、いわゆる荒人神方教祖ですね。でその人が言うことは神の教えと言います。で幸福の科学の元後継者で、その大川隆法氏の長男である大川博士君も言ってましたが、幸福の話に、幸福の科学もですね、隆法教祖が説く仏法がですね、世俗の王法ですね、世俗の法よりも優先だと、仏法が王法よりも優先してるんだと、そういう考え方がやっぱあるそうです。オウム真理教で麻原彰晃が、その私が法則って、私が法則ってことは私が法律ってこと、そういうようなスタンスさえも取ったことがありますが、そういったところがまあ宗教にやっぱりあるということがあります。その神と悪魔の対立の中で、神側についた者が悪魔と戦ってるっていう意思の精神的戦争状態ですから、そうなると戦争はもう何でもありになるじゃないですか。そういったところがあるんですね。ですから神側について神の行為を代行する信者っていうのは、そのどっかで引っかかりもありながら、それをやらないことは神に背くこと、
大きな罪ということで、まあ、特攻隊で特攻隊に行かずにですね、それから逃げてしまったら非国民と言われて、特攻隊に行ったらば、その何て言うかな、英雄っていうか、そういった戦前と同じような心理状態、これがあったものだと思います。まあ、そういったことがあるんでですね、こう客観的に見るとおかしいんであるが、しかしそういうことが起こるということですね。一方政治はですね、どうしてもその選挙ってものがありますね。選挙には人物金、これが多い方がやっぱり勝てるわけでありますね。選挙って選挙戦というように戦争の部分があるんですね。戦争も人物金が多い方が勝ちますね。で、選挙戦って何でしょう。選挙戦っていうのは民主主義制度で、戦争の代わりにそれによって権力者を決めるシステムが選挙戦ですよね。で、選挙も選挙戦も人物金、これたくさんあった方がいいということで、みんな同じ人員と同じお金と同じものをその国家や社会から与えられて、全ての候補者が平等な選挙をするわけじゃありませんから、そうするとこういう形でちょっといかがわしい宗教団体だけど、まあ大丈夫だろうと、とりあえず今人物金を得て選挙で勝って生き残らなければどうしようもないし、また十分な議員勢力を得なければその理想の政治はできないと考える政治家がですね、その宗教団体を送ってくる人員とか献金ですか、これを退けられないと、どうしてもそれにこう、それを退けることが難しいというような見解、これがあります。そういうような関係の中で、まあ続いていることじゃないかなとですね。で、その次のその下から6行目ですが、なお問題が起こると宗教団体だけが責められるが、自分の経験では問題の本質的な解決は、盲信する要因を取り除く教育、家庭、学校、社会が理想ではないかと思われる。というのは、教祖が信者を騙すというより、教祖自身が自分の教義に一番のめり込み、それに同じく感染するのが信者だから、一種の教依存であると。文鮮明さんもですね、神秘体験の多い人だったみたいです。1950年代北朝鮮の中でいろいろいじめられる中で、彼はいろいろ啓示を受けるわけです、バーッと。で、その啓示がやっぱりその自分の本質になって、それに沿って生きるということですね。でもその啓示っていうのは、おそらく文鮮明、あなたが救世主であると、イエスである、イエスを超えたものであると、で、あなたにこの使命を与えると、あなたを中心としたサタンを超えたキリストの神の国を作れみたいな啓示、まあ麻原さんと似たような啓示を受けてるわけですけど、それにのめり込んで教祖が待つ、そしてそれに感応して、そのキリスト救世主の助けをするものだと自分を思った信者が、その何ていうか興奮とのめり込みでドーンとやっていくと、悪と戦う正義の戦士ですね。そういった感染症、これが起こるんじゃない。で、最近まあ陰謀論がありますね。この陰謀論もですね、心理学者によれば、その陰謀を信じれば、この世を凶悪、これに気づいた少ない人物が私であり、他の人は気づいてない、その凶悪と戦う正義のヒーロー、これが私であるという意味で、ハリウッドの中のヒーローのような気持ち、これになって非常にこう興奮して、強烈な自尊感情の充足、これがハマってしまう原因であるとも言われています。そんなところがあるので、この人間の心理をなんとか信じる側が超えないといけないと、超えないといけないというのは、まず教祖が信じるからそうなるわけであります。その次に教祖が布教するときに、それと共鳴する信者、これがいるということですね。だから人間が自己特別視の強力な感情、これをどう退けていくかというのが大きな本質的な課題だとは思います。もちろん宗教団体は、またそれを取り締まるその政府というのは、取り締まるっていうとね、信教の自由があるんだけど、しかし一定の統制というか、まあ取り締まりをすべきなその当局の側がですね、今回の統一教会の問題において、これからいろいろと責任を追及されるってことは、またそれを監視すべくジャーナリズムが本当に監視したのかということですね。そこは批判されるというか責任を問われると思います。しかしこういう問題は一人一人、それを信じて教祖になり、そしてその教祖を信じてというか、教祖と共鳴して信者になる人がいるから起こるんであって、その部分ですね、その心の問題の方はですね、信じない政治家、そして信じない規制当局の
問題では直接的にはないんですね。一人一人の心の問題ですから、そこのところは考えていかなきゃいけないんだろうけども。で、次ですけど、教祖と信者の関係と同じく政治も宗教も教依存になっている。すると両者に似た性質が、例えば戦争の原因になる自国第一のナショナリズムは独善的な宗教の独善的な宗教に似る。原住民を抹殺してできた合衆国は客観的にはそれを天命と信じたキリスト教徒による武力侵略とも。まあその安倍さんですね、安倍さんの系譜や福田赳夫元総理の系譜、自民党の高派保守派の系譜っていうのは保守派って言われますね。どちらかというとこうナショナリズム的なところであります。でこの皆さん、ナショナリズムっていうのはそのどんなものだと思いますか。私は一つの宗教だと思うわけです。これが非常に重要なポイントです。ですからナショナリズムがですね、その同じような宗教勢力と同盟関係を結んで自分の国を守るというのは類を友を呼ぶ関係なのかなって私は思います。じゃあなぜナショナリズム、これは宗教と似ているのかということですが、それは次にちょっと書いてあります。考古学者の一部は国家の形成には武力支配が必要で、戦争のなかった縄文時代のアニミズム的な宗教と異なり、戦争が始まった弥生時代から戦争を正当化するため自分たちの集団にこそ支配する権利を神が与えたとする新たな宗教が生まれたという。もとより宗教と政治は一体だったのである。よくあの祭りごとと政治のことを言います。でも祭りというと宗教のお祭りです。この2つはその何なのかと、それはもともと宗教とそれから政治が一体だったからだ。だから両方とも祭り、祭りごとっていうわけです。祭政一致って言うんですね。お祭りの祭と政治の政を書いて祭政一致。例えばチベットなんかは祭政一致で、ダララマ法王がその政治的頂点であり宗教的頂点だということを、その独裁であると中国は批判しています。この祭政一致でも人類はもともと祭政一致から始まったわけです。最近政教分離とか言われてるっていうだけですね。で今の考古学者の見解をもうちょっと詳しく言うと、弥生時代からその水田稲作が始まったと。そこで生産量が増大して人口がバッと増えたと。しかし水田稲作に特化して人口が増えたが、不作の時は飢えると。飢えた時どうなると、生き残るためには他集落から収穫物を奪うしかないわけであります。でその時にそれでできた、できなかったんじゃないかと考古学者の一部は言ってます。そこにどうしてもそれを正当化するための宗教が必要だと。ある人がリーダーとなって、でそのそれ組織的な暴力を、凶悪な暴力を振るうから、何もなければ心理的に精神的にできない、これが戦争だと。じゃあ何があったのかと、そのリーダーをなる人ですかね、多分お告げを受けたと。お前たちが生き残るために選ばれた民であると。彼らは邪悪な存在であると。だから何だと、戦ってよいということですよね。ここの支配権はあなた方にあると、そういうことになったんじゃないかと、そういうことになります。つまりそれまではですね、縄文時代の宗教はその人は要するに万物自然に支えられて生きてますからね、万人万物を平等に見るということだったわけです。人間の中にもですね、上下身分の区別があまりなくって感情集落といって、すべての人が丸い輪っかの中でこう輪状に並べられているその住居ですね、こういうふうにこれで生きてたわけです。今は違いますね。というかその後の時代は、例えば都ができて、その帝王のその場所があって、これ下々の場所がそのだん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 こうなっていくわけです。